拉致被害者の曽我ひとみさんが佐渡市で開かれているイベントに合わせ署名活動を行いました。署名活動はあさってまで佐渡市で開かれるアースセレブレーションに合わせて行われました。先月には岸田総理と面会した曽我さん、日朝首脳会談の実現などを求めています。岸田総理の方から、自分が先頭になって、この問題を、一日も早く解決するという強い意思の方を示されております。一日も早く実現させていただきたいと心から願っております。曽我さんは母三好さんを含む被害者全員の一刻も早い救出を訴えていました。